こんにちは、カイチです。今回もキングダムニューランズやっていきます。皆さんお帰りなさい。ということで、これから4つ目の島ですね、参りたいと思います。クマさんスタートは初めてかもしれないですね。よいしょ。大工さんいる。よかったよかった。3人もいるわ。3人いるからここを作っちゃおうか。息切れ激しい。 この距離で。ちょっと左側だ。ちょっとそれ食べないでほしい、マジで。まだまだダメ。君、おら。 この島でもブイブイ言わせるよ。騎士がね、コインに過剰に反応しますね。じゃあ下調べいきましょうか。結構牧草を食べる時間長いな。まさかのクマかぶる。ダブルベア。左が、そう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 。もうガチなんで。4つ目の島はもう難易度上がるんで、もうガチでメモしながらいきますよ。 こっからマジメモしないとどこに何があるか忘れますからね。これは初めてかな。初めてですね。はい、これ使う時今回あると思います。よし。ついちゃってるな。左側はさっきとっていうか最近同じパターンですね。そのキャンプがあって、で途中から切り込めない林になっていて、でポータルっていう。ワンちゃん前の島からついてきたんだ。だけど多分敵来てるよね、さっきのね。来てないのかな。よいしょ。いいところで。すぐ。本当にすぐだ。てか、この鳴き声でびっくりしないのかな。左から来る。いや、受けて立つわ。もうお金あるし、お金作れるし、こうやって。もう探索するのは最初しかないですからね。もう行こう。ワンちゃんだけちょっと申し訳ないな。ワンちゃん多分さらわれちゃうと思うけど。ポータルか。おそらく3つはあるはず。で、お家ね。
鍛冶像か。鍛冶屋さんの像ね。で、キャンプじゃないんだ。やっぱりポータル。結構深いですよね。その、深いっていうのは、深さが深いですよね。その、遠いんで、絶対忘れるんですよ。何が途中にあったのか。お、黒馬。謎の効果を持つ黒馬。黒馬よくわかんなかったです。ちょっと早いぐらいかな。あ、で、桟橋か。この島もスタートダッシュはいいんじゃないでしょうか。で、左か。ここの壁切って、でもしょうがないけど、一段階だけ上げようかな。あれ？よし、早速作っちゃった。よし、右行きます。ああ、また犬がいる。犬一匹連れ去られても大丈夫システムですね。ほっほっほっ。で、ポータルか。はいはいはい。で、休憩所、キャンプ、で、ポータルか。ああ。で、鹿さん。鹿さん前大好きだったけどな、今は熊の方が大好きだな。変わるもんだね。ポータルがあって家か。あ、これ確実にバリスタばあさんじゃん。もう3人目だから、やった。あまた家が。じゃあ2人出現するね。どっかがかぶる。で、壁ね。オッケー、さあ帰ろう。ん？あー、へえ。4日以内に20匹狩りましたみたいな表示出ましたね、今。あー、なんか久しぶりです、ああいうの。なんか早めにゲート壊したりすると、ああいうなんかおめでとう的なのをもらってたんですけど、とっても久しぶりですね。で、壁、あ、そうか。そうか、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 そうか。右側ね。まあもちろんここ。左を広げたいっていう思いが大きいですね。ただし、まず右、まずなのかな。右を行けるところが近いんで、とりあえずちょっと行ってタッチってっちゃいましょうかね。あ、2匹目、1匹目助けてあげて、ワンちゃん助けてあげて。いいっすね。壁の前に岩があるし、ここいいっすね。はい。なので、ここを結構固めます。
右の端っことして固めにしておいて、で基本的には左を攻めます。いきなりもう出兵させようかなと。で出兵させた後、ぐっと奥まで行って壁を作って領土を広げて調整して、であとは左はその拠点から進めようかなと。一つ前の島みたいな感じですね。なるべく左は進めずに出兵だけでクリアを目指して、で右側を固めておく。左側はあくまでも資金源としてなるべく効率よく、コストは低く進めていきたいんで。じゃあこの辺は伐採しようかな。伐採すればこれ多分変えれるんで、そんな感じですね、作戦としては。 早速パンの匂いに。鹿さんどこだい？かわいいかわいい小鹿さんはどこだい？いつもだいたい船の横に流れてるんですけど、今回もそうなのか。今回もそうか。まあ、早めに欲しいよな。作っちゃったー。まあスピードには勝てないんでね、やっぱり。早く稼ぎ頭ができないと。で、また左に出稼ぎに行きましょうか。プラットも来ましたね。どっちから来るかな。ワンチャン占いだとどっちなんだい？数は悪くないですね。ギリギリだな。よし。じゃあ左行こう。出兵です。まあ最初の1回はそんなすごいリベンジ来ないんで、そのうちにやっぱやっておかないと。やっぱタイミングですね。しかしこの1回の費用対効果はでかい。かなり左に進めるんで、2匹同時に出るもんなのか。ああ、1匹旅立ってった。あ、なるほどね。なんかあれじゃ、なんかかわいそうなことをした気分になるな。そういうつもりでやったんじゃないんだよ。なんか2匹ついてきたらいいなと思ってさ、それでやっただけなんだよ。よし、完了ですね。ということで、ね、今回の動画はここまでになります。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。